第27回出雲駅伝、今スタート。上位が3校に絞られてきました。駒澤の中谷、青山の小倉、明治の木村、中谷が瀬古さんペースを上げてきましたね。そうですね、まあ、エースですからね、はい、中谷が一気に仕掛けてきました。中谷のスパートに青山学院大学の小倉は少しずつ引き離されています。まもなく襷がつながります。今中谷が襷がつながりました。先頭は駒澤大学、その他の単独走は変わりありません。また20秒差ぐらいまで少しまた開いてきましたかね。開きましたね。待つのは2年生工藤直樹、目標は区間賞、そして優勝です。今駒澤大学トップで襷リレーです。驚異的な追い上げは青山学院大学の久保田、ここまで縮まってきました。中継所までもう 500m 切りました。13秒差まで広げられた久保田がかわした、かわした。2位だった青山学院大学、さあ3区の絶対王者久保田から今2年生の下田雄太へ助けを手渡されました。まだまだもちろん距離はあるんですが、この駒澤と青山学院の後ろの姿がどんどんと大きくなってきている状況です。もうとにかく前に行こうということでペースを上げていますので、そのうちあの先頭の2チーム駒澤と青山見えてくると思うんですよね。そうですね、これはねいい展開になりましたよ。さあラストスパートほぼ差がなく2位駒澤大学、しかし1位はフレッシュグリーン青山学院大学、今4年生の山村修明と襷を渡しました。ここで駒澤大学の西山が前に出た、駒澤大学の西山が前に出た、離されまいとする青山学院大学4年生の山村。さあいよいよアンカー対決、さあその最終区にトップで飛び出していったのは駒澤大学、大塚翔平。石木君が今大塚君の走りの状況というのは分かんないと思うんですよね。自分のペースで淡々と刻んでるって感じですよね。そうですか、はい、追い風を受ける進路に代わって青山学院石木、駒澤大学との差を完全に離しにかかっています。4年生たちが交わした3冠の約束は青山学院陸上部全体54人分の夢でもあります。さあまず1つ目3冠へ、石木がフィニッシュへ向かいます。3年ぶりに先頭で出雲ドームに戻ってきました。あ、白い歯がこぼれています2015年、しかしこれは伝説への始まりに過ぎません。